久保さん、久保ニュースで知ったんですけど、なんか竹内力さんが YouTube 始めるらしいじゃないですか。<laughs> ちょっと冒頭少し見たんですけど、パソコンなんか知らねえよ、みたいな <laughs> 竹でしたね、今回。いやーね、パソコンできなくてもね、YouTube やるっていうね。そう。俺、なんかあの、時代ですね。パソコンがわからないけど YouTube やるっていうね。みんな、 できないからできないじゃないですか。できないけどやるっていうね <laughs>。やっぱあの人生変える人っていうのは、あの、できないけどやるなんですよ。できないものをできないままにしてたらできないんで。うん。だって久保さんも最初ね、パソコン、なんかね、よくネタに出しますけど、僕がすごく印象深かったのが、吉田さん、これいいっすよ、みたいな。Chromebook です、みたいな。 2万円でしたっけ <laughs> これメリカリで買ったんですよ。2万円パソコンいいでしょみたいな。2万円ですよみたいな。<laughs> あの、クロームノートブックね。なんか自慢げにこう言ってて。なんか僕は内心ね。それで何ができるんだみたいな <laughs> まあ、いろんなことしましたね。こ,こさんね。一億ですか <laughs> そう。もうパソコンはね、僕結構ね、あんまケチんない。パソコンは中古で買ったことないんですよ。 パソコンは常に新品で買ってるんですけどうんそうまあちょっとねあのー、当時が懐かしいですねあのクロームブックが <laughs> ニヤニヤしてながだらよしさんみたいな <laughs> そう,う懐かしいですねまあでも本当、ね、できなねいいで,できないことはずっと続かないので できないはずっと続かないです。やればね。でもできないことをできないまま続ければできないことが続くんですよ。でもできないことをやろうと思えばできないことはできるようになるんですね。だからここのさ、その違いじゃないかなと思うんですよ。だって僕、まあ久保さんもそうだと思うんですけど、まあいろんなそっか熟成、まあ僕の熟成もそうですけども、じゃ最初から才能もあってセンスがあってできる人っていました多分ね、 いいないんですよ <laughs> まあでも一人、まあ、僕が知ってる限りだと一人はいますねもうすでに稼いでますみたいなすでに月収300万円ですみたいな人がまあドリアク入っていただいたあねあやさんっていう人なんですけどあやさん一回ね久保さんのご自宅に行ったんじゃないかなと思うんですけどまあ僕が知ってる塾生さんだあやさんぐらいですかすでに稼いでる人がこう塾入ったっていうのはだけどあやさんもそのまあ ブログアフリエイト、まあ、サイトアフリエイトでは稼いでたけど、まあ、コンテンツビジネスはそんなやってなかったんですよね。だから、ま、できてないんですよ。だから、ま、できてないことをできるようにするために、まあ、いろいろあやさんも商品を作って売ったりとかしてましたし、まあ、僕も結構そのあやさんの商品、販売協力したりとかしたんですけど、まあ、ね、あの、素直にやってますよね。うん、素直にやってくれましたよ。うん。 だからなんかみんな素直じゃないんじゃないですかね。まあ素直なのか。ある意味素直なのか。で、できないことはできない。やらない。素直なのかもしれないですね。うん。そろそろある意味でね。でもその、その意味での素直はね、あんま僕は人生は変えられないと思います。うん。人生を変えたいんだったらできないことをやるっていうことを 素直にやるってことですかね。でも人生を今のままでいいんだったら、今、今のまま素直に生きるっていう、今の会社に、えー、出社、出社するって感じですかね。まあ、今日もね、世間だと、月曜日ですか今日から会社みたいなね、一週間みたいな話ですけど、久保さんと僕は何なんでしょうね <laughs> 気が向。気が向いたらというか、うん、好きな時に出社してますからね <laughs>。 風呂、今、風呂上がりなんですけど、風呂上がり出社みたいね。風呂上がり出社みたい、ね。だからなんだろうな。うん。僕はリアル、リアルで通用しますこの、今ね、僕トランクス姿なんですよ。まあちょっと、ね。トランクスでしょトランクスで、トランクスで出社なかなかできないですよ。トランクスで。<laughs> トランクスで、 会社出社は通用しないですね。リアルだと通用しないですけど。まあネットは大丈夫ですね。トランクスでも出社できますね。そう。いやー、竹内力さんね。YouTube 始めるらしいですよ。竹内力さんって今何歳なんだろう 58歳らしいですね。58歳か。もうちょっとで60ですね。還暦か。いやー。あれっすね。もうどんどんみんな年取ってきますね <laughs>。ま、久保さんもなんだかんだ言ってね、今年で50っすからね。一番最初出会った時が多分、一番最初出会った時って何歳の時だ まあまだ40、40ですよね。10年前だからちょうど40。あ、そうだ、僕とい、今と、今の僕ぐらいですね。今の僕ぐらいの時からネットビジネス始めるっていう <laughs>、ですよね。久保さんとや会って10年だもん。早いな。久保さんはもう気づいたら50ですよ。そう。はい。いってらっしゃい。